新華園にある古代の林木や日陰のカズラのレプリカシンフォニー湖付近。ヤシの木の下の青々とした芝生はピクニックや野外コンサートの際の人気スポットである。昭和園にある滝シンフォニー湖にある演奏ステージシンガポール植物園はシンガポールにある植物園である。英語名のままボタニックガーデンと呼ぶこともある。敷地は63.7ヘクタールもの広さを要し、 一回りするには3時間以上かかると言われている。敷地は南北に細長い形をしており、北から順にブキットティマエリア、中央エリア、タングリンエリアの3つに区分されている。開園時間は午前5時から夜中の12時までの年中無休で、国立洋蘭園以外は入場料は必要ない。2015年の第39回世界遺産委員会で、 世界遺産リストに登録された。初のシンガポールの世界遺産である。1822年、トマス・スタンフォード・ラッフルズや熱心な植物学者によって最初に実験植物園が設立された。この植物園の主な目的は果物、野菜、香辛料、その他の素材などを産出する経済的に重要な栽培穀物の価値を見極めることであった。 この最初の実験植物園は1829年に閉鎖される。それから30年も経たない1859年に植民地政府から与えられた32ヘクタールの土地を元に農業園芸協会が現在のシンガポール植物園を設立し、ローレンス・ニーベンが監督者を呼び景観デザイナーとして雇われた。現在の植物園の配置は このニーベンがデザインしたものに大方もづいている。太平洋戦争の日本による占領時は東北帝国大学の地理地質学者である田中立秀造によってシンガポール国立博物館と共に管理が引き継がれた。占領開始時彼は植物園、博物館どちらでも略奪が起きないように保証し、どちらの施設も 自然科学研究施設としての機能を維持し続けた。ホルタム元園長、EJH コーナー博士らは投獄される代わりに植物園に収容されて園芸の仕事を続けるように指示された。また、植物園は湘南植物園と改名させられ、1942年後半には公認として京都帝国大学などで植物学を研究していた上館が赴任し、 戦争終結まで植物園園長及び博物館館長を兼任した。戦後、植物園の管理はイギリスに戻り、戦前の植物園園長であるヘンダーソンは、ホルタムから管理を受け継いで1949年から1954年まで園長を務めた。1965年のマレーシア連邦からの独立後も植物園は、シンガポールの緑化、ガーデンシティなどの 国立洋卵園は植物園の中でも一番の見どころであり、約1000の原種、約2000の後輩種の洋卵、約6万株が3ヘクタールの丘に集められている。開園時間は午前8時30分から午後7時までで、入場料は以下のようになっている。VIP オーキッドガーデン、世界の VIP、著名人がここを訪れた際に歓迎の意を込め、 蘭の新種にその人物の名前を付けており、ダイアナヒ、皇太子ナルヒと新皇妃マサ子の花などが展示されている。クールハウス、ここでは、高知の熱帯林の環境を再現しており、そこでしか見られないランの植物、シダコケ類、食中植物などが展示されている。ミストハウス、正式名称は、タムフーンシアンミストハウスと呼ばれる。色彩豊かな、 様々な後輩種が収集されており、良い香りのするランの花も少し展示されている。9.9ヘクタールの敷地に地球が誕生してからの植物の進化の歴史をたどりながら歩ける散策コースがあり、ソウル類、シダなどの古代の植物群が見られる。2003年に正式オープンした昭和園には1ヘクタールの庭園に中南米。 東南アジアなどの熱帯地方に分布する選手以上の生姜が集められている。ガーデンハウスにはハリアというレストランがあり、生姜を用いた飲み物などが楽しめる。ハリアはマレー語で生姜という意味。植物センターには植物園芸図書館、植物標本室、工作教室などがあり、廊下や散歩道にはお芝標本が飾られているほか、地面にはところどころ、 木の彫刻が置かれている。また、グリーンパビリオンには雑草、芝などの植物で屋根が覆われている家があり、緑の下でビジターサービスデスクフードコートが利用できる。名前は主な寄贈者である。ユダヤ系シンガポール人の慈善家ジェイコブバーラスから付けられており、彼は2004年に亡くなった。この子供園はシンガポールの子供の日である。2007年10月1日に。 オープンし、水遊び場、ショーグラウンド、滑り台のある、ツリーハウス、迷路などがあるほか、光合成がどのように起こるかを解説した展示や染料、飲み物を作るのに必要な植物が植えてある、ミニガーデンもある。開園時間は午前8時から午後7時までで、月曜は休園。この他にも、植物園には、シンホニーコ、エココ、白鳥の湖という3つの湖や、 ガーデンショップ、救護所、レストランなどが入居しているビジターセンターがある。シンフォニーコの演奏ステージでは週末に時折無料コンサートが開かれており、シンガポール交響楽団、シンガポールチャイニーズオーケストラなどが有名である。2008年10月10日にはシンフォニーコの南側で作曲家、ショパンのモニュメントの除幕式が行われた。 植物園北側のブキットティマエリアにあるエココ2015年に世界遺産リストに登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。